ビッグだろ。87の24で、まあ一番でかいやつ、130リッターあります。で、多分これだったらもう、誰でも立つことができて、できるものなんですけど、意外に軽いよ。7キロぐらいしかない。で、多分実際、みんなが思ったよりも、実際見ると、意外に、そんなめちゃめちゃでかすぎでしょっていう感じじゃないですよ。で、同じように、バラクーザオリジナルのバージョン2のデザイン、そのままあるんで、使ってるんで、テイクオフの速さは、もちろん細いバラクーザより少し遅くなりますけど、普通のボードより絶対速いのは間違いないです。結構多分、ウィングの初心者ボードにも使えるし、かなり使える。で、ダウンウィンド、初心者が練習するのもいいし、かなり良さそう。